古城散歩宇田松山城福島県海域の予兆。灰原駅、これからね宇田松山城行きます。でこちらちゃんと今日はじっくり観光案内所でね、資料いただいて間違いありません。バス乗ります。大宇田行きのバス、1番2番かな3番かなバスで行きます。はい、三島バスで、おそらくもう正面見えるあれですわ。灰原からね17、8分バスでね、観光案内所ではねもうひたすら楽ちんコースを進められましたがね、なんか半分ぐらい舗装路っぽいんでね、あえてこの大手なのかな、春日門口から攻めますよ。有名どころの観光地だと思ってきましたわね。よかったね。こんな感じですよ。近畿自然歩道。こんにちは。これだね。これ古い町並みだね。こんな感じよ。道の駅まで800メートル。この道の駅がね、大宇田のバスのバス停の終点なんですが、そこから上がるとね楽らしいんだ。春日門あと300メートル。あららら、なんかめちゃめちゃもういいじゃないか。よし、じゃあここがここから来るべきだね。やっぱね、関西口関門強持区案内ですね。ということでね、では失礼します。お城内入りましたよ。なんかでもここからいろいろ道しるべありそうね。ということでね、ちょっとこれ歩こうかな。歩きながらだね。なんとか神社がありましてね、まっすぐと登ってますよ。これその文化財保護みたいな感じの通りらしいっすよ。一気なっしんっす。いやもうここまでで十分なんか、城下町感あり。そして春日神社。では春日神社参道からもう思いっきり小口ですもんな、入り口がな。梅雨時の猛暑日なんでね、ここ110メートル、20分そこそこの軽めの城を選んだつもりだが大丈夫でしょうか。意外に下から見るとね、高いよ。この、まあ、南北朝期から秋山さんの、黒人秋山さんのね、お城ではあったんだが、だがだ、まあ、橋場秀長君がね、大和大納言となったあたりで、一応春日神社をお参りしていきましょうか。お参りってことでもねえけども、顔出していきましょうか。涼しい。うわぁ。うわぁ。秋山城と登山には山裾を行ってください。こっちだってよ。よかったね、あっち行かなくてね。とりあえずじゃあ、ご挨拶。ということで、こちらが春日の大明神ですがな。はい。だってあそこにあっちって言うんだもん。ということで、下出口頂戴っていうのね、こちら史跡宇田松山城跡。この松山っていう名前はね、その福島家が入った後つけたらしいよ。基本秋山城、ね、いい感じじゃないですか。これ
ぐちょぐちょのやぶやぶですがな。大丈夫です。今日もね、中田的工場散歩ですよ。雲の巣も暗いそうですがね。ここ一気にもう春日神社から離れますな。軽くやぶ歩いてきますと、お花のお出迎えもありーの。これこっちに入った以来、道しるべは今んところないっす。ないっすが、木道がついております。で、こちらもなんかちょっと若干の段狂いになってますわ。大和ダイナム、秀長の時代にね、まあ、近世城郭へと整備が始まって、そして関ヶ原後に、福島正則の弟がね、こちら入って、今ある石垣はね、ほぼ、その時代らしいですよ。お、看板ありました。お、秋山城跡って看板がありました。ちょっと嬉しいっすな。してに、福島君がね、なんか松山城としたらしいが、その大阪の陣での弟、高春の内通を攻められ、まずは海域と元和元年、そして元和5年には福島正則海域ということですが、ああしんどい。はい、やぶを一登りでね、何やら車の方が見えてくるような、もう気分はね、ごめんよ。11時、バス停26分でしたからな。うん。これどうも普通にいやでも多分ね、道の駅からピストンにはね、味気ないよ。みんな、こっちにはね、秋山城の表示もあるし、誰もいないし、この抜けたらもうあなた、ドーン出ましたかな。まっつぉ。そして、はい。はい、舗装路です。これがね、ここまでこれで上がってくるのに、どうなのって感じでしょ。はい。発掘調査を行っております。この駅まで何百メートル回答してよ。うん。このね、やっぱ裾の梅筋にね、秋山さんの名残があるんじゃないかいと、そうやってまで100メートル、と館内観光案内所のおいちゃんは言っておりましたがね、このね、この二の丸あたりはね、まだ立ち入り禁止らしいよ。ロケーションドヒャーなんて言いましたがね、日向は厳しい。やっぱ日陰がいいわ。ね、もう、てっぺんまで日陰でいいわ。あらら。これ今南斜面入っておりますからな。嫌な予感もしますがな。そして人登りで、このがっつり掘り切りがありの上には、運動会のテントが、広がっております。いや、でも風が来たな。いや、皆さん、日向もね、風が出てくれるやに、俺たち禁止になってますよ。運勢告知。こちらね。お、そして、ここの下の沈みは、ちょいと時代はわからんが、なかなかな、時代を出しておりますがな。ほら。ほら、思いっきりこむうちです。
早く球場でプブしよっかな。まずは、なんでこれ何の悪いか分かんないですやな、ありましていいの。ほらほら、みんな着きました。次は 100m、これどう見ても丸でしょう。手前からも吉野の山並み、そしてあれは清掃工場ではないだろうか、分かりませんがね、おお、丸冗談部があります。清掃工場が興ざめだね、まあ、いいけどね、現代を映し出すっていうね、ゴミ処理施設本丸、いろいろ書いてあるからちゃんと読んでね。では皆さん、ご一緒に、はいはい、はい、天使、はい、です。じゃじゃん、宇田城山471m ということです。ね、こうやって見ると随分上がってきました。はい、いつの間にか頑張ってる中田でした。はい、頑張ってんのよ。城山471m の先にはこの下みたいね、でもこっちが入っちゃダメよって言うんだろうね、というね、山々。まあ吉野って言っときゃ間違いねえだろう。それなりのね、モニュメントが並んでおりますがな、ベンチがありません。中田が休むべき、こちら小口になっておりますな。はい、小口になっておって最後は落っこちるって感じだね。あれぐらい飛べない中田じゃないがな。刺激は大事に、大切に。こっちも立ち入り禁止になっております。下から見たいっすが、暑いっすわ。日陰入りましょう。おう、なかなかの絶景ですよ。なかなかの絶景ですがね、私はちょっとね、下のベンチまで降りようかな。こちらがね、まあまあ、発掘が終わったら、発掘が終わったらね、いろいろ見れるところも増えると思います。ただしだ、なかなか終わんねえ、あと靴がな。はい、まあまあ、十分でもね、この春日神社から上がってくればね、楽しめますぞ。はい、では、では一旦お別れ。そしてこちらが、いい町並みと、こちらが宣言者さん、おすすめのね、アスファルト道をダラダラ歩いてきたらね、なんと鹿が走りましたよ、目の前を。はい、ダラダラ道は本当はそこから出るんだよ、今俺抜けちゃったけどね。そして道の駅で飯食いましょうか。道の駅大宇田、でね、なんか肉うどん、なんか宇田牛のある看板あるんでね、飯食いましょう。